これがニューネコリグマスターの試作品です。出来たてのほやほや。で、前のネコリグマスターと違うのは、上からこうねじっていくんじゃなくて、この藍を刺してねじり込んでいきます。なので抜けない。だからこういうワームをノーシンカーでフルキャストするときとか、重いネコリグ入れてフルキャストしても、このネコリグマスターならワームが飛んでいかない、ストレスがなく釣りできるという優れものです。で、これセット方法なんですが、このワームのセンターラインに沿ってぐさっと刺します。わかりますか？こう刺します。で、刺したらそのままこうねじ込んでいきます。で、ねじ込みますと反対側にメルカナ藍が出てくるんですけども、それに、今回は、ワイルドモスキートダブルガードですね、こいつを今回まあ縦付けにするので、縦付け用に藍をこう出してます。で、こういう感じですね。そうするとね、出っ張りもなくワームがまっすぐきれいにセットできます。で、これにシンカーをつければ完成です。フルキャスト OK です。じゃあ行きますよ。もうね、フルキャストしても全然大丈夫。全くワームが痛まないです。このネコリグマスターをもともと作ったっていうか、考えたいきさつは、まあ今までだいたいネイルシンカーって 1.8 グラムぐらいしかなかったんですけど、ここ 2,3 年でね 3.5 グラムとか、結構重ネコって言われるやつを使うようになってきて、それだと上から刺すネコリグマスターだと飛んでいく時があるんですよね。で、まあいろいろ考えて、この新しいネコリグマスターを使うことで、その 3.5 グラムの重ネコなんかもフルキャストしても飛んでいかなくなって、これからその重ネコっていうのの需要っていうのがかなり増えていくんで、釣り方が分かっていくとね、だからそれに伴ってこういうものが必要になってくるということだと思います。まあそしてこれ重いもんだけでなくて、特に軽いノーシンカーなんか皆さんフルキャストすると思うんですけどもね、ちょっとでも飛ばしたいんで、まあそういう時にもこれを使ってもらえるとワームがなくならない。で、せっかくこうキャストしてもね、飛んでいってしまってまた出してってやってる間に、特にサイトなんかは狙ってるバスがどっか行っちゃったりするんで、そういうのにもまあつけてもらえると、そういうトラブルはなくなってきっちり狙っていけると思います。まあネコリグでフルキャストっていうのはありがたいよね。お、やっぱり猫は、よいしょ、ドーンと、やっぱ猫リグ釣れますね。入ってるわ。ああ、見に来よった。おほ、アタックアタック。よいしょっと、はい、釣れました。カバーのね、外側に打って巻いたら中からズドーン飛び出してきて、でプチッてベールを
ベールっていうかスプールフリーにして落としたら船の真下で来る。これがね、猫で、これがまあ新しいネコリグマスターを使ってます。裏側から入れるから全然こうワームがなくならない。一匹釣ってもこの通りで、フックはダブルガードで、こうしゃげるんですけど、直すとまた使える経済的なセットです。よっしゃ、岩陰ですわ。ああいうとこに落とす、ちょっとゆっくり落とさんと不安ね。よいしょ、ほらいいサイズや。よいしょ、いやー、ええバスや。これやっぱこのクラス狙いたいね。はい、これもネコリグですね。ニューネコリグマスター、やっぱ釣っても全然抜けない。よっとね、でダブルガード、はい、ガードがね、潰れないんで何べんも使えるという。このセットは本当に究極ですね。ワームがなくならない。いやー、猫当たってきたな。お、食ってる。うよ、これもネコリグでした。はい、岩の陰にいてるやつがコーリングで食ってきたっていうパターンですね。ご苦労さんっす。このフック何匹も釣ってるから、もうこの台風どこかバスの歯でボロボロになってきたね。でもそれでもね、このガードは使えるんですね。なかなかいいと思いますよ。
よう引くなブリブリ君でした。今ねちょっと岩のまあ岸ポチョって入れてチュンと落としたら岩の陰からシューッて出てきてパク。バスは見えてなかったんけどね、美味しそうに食っとったわパク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 。ルアーはまあこれです。セクシーアンクル4インチのネコリグで、ニューネコリグマスターね、でモスキートのダブルガード、はい、このセットです。コラ釣るの難しいな。おお、とと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 。とよいしょ。流れの手前に見えたんで流れ流して横切らしたらパックリネコリグ&ネコリグマスターですね。はい、よいしょ。コロンコロンですけど、これ見えてて、あの岩の陰に入れといたらちょいちょいって動かしたら食い入れて、よし、よいしょ、はい、いいサイズのバスです。よっしゃ、よし、よいしょ。お、まあまあええサイズやな。岩の陰に、セコアンドネコリグベイトフィネスで入れて釣りました。やっぱ岩陰におるやつは食いますね。なんかこう隠れてるやつはやっぱ食いおるって。ええバスやな、重いわ綺麗ね。プロストレートの5インチで、これもニューネコリグマスターが入ってます。これはもうリアクション交えながらシェイクして引っかかって止めてポンとかね。こう流れがある時とかは、まあ川とかの場合はこうなんていうかな、こう流れていくのを重いネコリグで止める。でちょっと動かしたらその引っかかってたやつがポロッと外れてドリフトされるね。その時食いよんね。で魚って流れへんもんね、あのゴリとかエビとか。でそういうのはもうそこにいてて動いた瞬間にちょっとだけこう流れてまたすぐ元戻るみたいな。だから流れるネコリグって釣れないんやけど、重いネコリグはそういう時釣れるんです。なんか重いのが必要になる時がある。で喋ってたら食っとったやん。よいしょ、よいしょ、よいしょ、あったね、ネコリグ飛んでいかないでしょ。これプロストレートの
コインジなんですけど、まあ深海入れた重いタイプですね。でこれにもあのニューネゴリグマスターついてます。飛んでいかないです。こう魚が釣れても飛んでいかない、投げても飛んでいかない、これはやっぱりちょっとおすすめのポイントですね。このねプロストレートって中に重りが入ってんね、初めからパウダーウエイトが入ってて、あのノーシンカーでも重い、中に 1.8g の重りが入ってる全体的に。であと軽いモデルもあって、それが 1.2g だから、あんまりねこう猫にするとシンカー必要ないような気すんねんけど、その何て言うかな、場所をあんま移動させんようにシェイクとかできるね、重いから。そうなかなかこいつすごいいいで。よっしゃ、はい、釣れました。これはねプロストレートの5インチの重猫です。まあ今は 2.2g のウエイトが入ってます。で重いワームなんですけど、重いシンカー入れることによってそのボトムであんまり移動せずに、軽いとこっち寄ってくる、そこでずっとああいう橋桁のスポットいいところでこう動かせ続けられるっていう、そういう利点が重猫にありますね。あとはまあリアクションポンっていうのがね、そのクワヘンバスに効いたりするんで、それでこれニューネゴリグマスターをつけてます。まあさすがにねここまで重いとバスがすごいエラーライとかしたら飛んでいくこともあるんですけども、まあまあなくなりにくいとかなりということです。結構釣れるでしょこのオモネコくん、おすすめです。あんまりやってる人がいないからいいかもしれないですね。